ありがとうございます。ちょっとあの声聞きづらいんでお集まりください。お集まりください。お集まりいただきましたナウレヤングな皆様ありがとうございます。今日は国鉄でいらしたんでしょうか。はい、そうですね、NHK がですね、NHK がというより総務省が将来的にスマホから受信料取りましょうなんてことを言ってますけれども、ふざけてますよね。あと NHK 受信料は NHK が存続されるための負担金であるなんて言ってますけれども、存続しなくていいですよね。スマホ持ってるだけでNHK が太っていくなんていう理不尽な世の中、許せないですよね。NHK にですね、スマホ持ってるだけで金を取られるような理不尽、子供や孫に、あるいは姪や甥に残してはいけませんよね。我々アダルトというかシニアというかですね、そういう方々がヤングに代わってなんとか今日は頑張りたいと思います。今日のデモの目的の半分は、あ、NHK ネット聴取しようとしたのという周知拡散のためであります。もう半分は NHK に嫌がらせをして、ネット聴取を牽制すると、私は昔から学校や親から人の嫌がることを進んでしますと教わってまいりました。今日は皆様も NHK の嫌がることを進んでやると、そういうことで皆様よろしくお願いいたします。デモの注意事項ですけれども、腕章をつけたスタッフの言うことを聞いてください。あと気分が悪くなったら遠慮なさらず申し出てください。水を忘れの方、欲しい方、少し用意があるんですけれども、ちょっと今手挙げてもらっていいですか。10本ぐらいあります。欲しい方いないですか。取り来てください。水欲しい方、水欲しい方どうぞ、遠慮なさらずに。水欲しい方、遠慮なさらずに。水欲しい方、水欲しい方、お水どうぞ。もう大丈夫でしょうか。家に戻って飲んでもいいですよ。いらないですか。じゃあですね、こちらの入り口先頭にこのようにまずは列を作っていただきます。スタッフの、解散場所は宮下公園といってですね、スクランブル交差点過ぎてガードレールくぐったすぐ後になります。そこでではですね、流れ解散ということでその場に留まっていられません。ですんで、速やかに散ってもらってですね、飲みに行く人は飲みに行けばいいし、お帰りになりたお帰りになってもらって、特に集会的なことはしませんので、皆様よろしくお願いいたします。あと縦の上り持ってもらう方20名ほど持ってもらうんですけれども、左翼のようにちょっと上りをですね、こういうふうに振り回さないでいただきたいと思います。その他プラカードを用意してありますんで、持てる方はご協力よろしくお願いいたします。それではこちらを先頭にですね、列を作っていただきます。じゃあ支部長さん、列作る、何列？4列でいいのかな。4列で皆さんお願いいたします。お願いします。
てるじゃないですか。どういうことですか。大声出すと近づけるとキーンってなっちゃうから、なっちゃう。こうやってすげえ思い出したら疲れちゃった。じゃあお願いします。足元を気をつけてください。NHK! 甲子園！甲子園！
みんなどこと。すごい、すごい、すごい。すごいすごい。開けててよ、公共放送なんだから。門閉めます。門閉めます。門閉めます。公共放送なんで開けててほしいですけど、門閉めます。
します。エレベーター、富士テレビも
りして笑ってる。もう一人の自分を今は抱きしめてあげたい。例えば大好きな人取り上げる薬、お前のためだとかうるさいし分かったふり。殴り合った対話、理性のない会話、震えてた手のひら、帰りの頭を帰る夜は長すぎる。昭和の日記ご視聴ありがとうございます。 NHK 開催まで楽しみにしております。